はい、それでは龍が如く4の続きをやっていきましょう。西島大河in カムロ町からですね。とりあえずどこへ向かうという話？笹井組のあった場所を行ってみよう。ああ、そういう話でしたね。西公園手前。ここだったんだね。あんまり、キリちゃんとかで、あれこれ行って、この辺ヤクザの事務所っぽいなって感じたことはなかったんだけど。もう前時代的というか、古い時代だからっていうところなのかな？絡まれる？なんかね、あんたが邪魔だって人がいるらしいんすよ。誰だよ、そいつを連れてこいよ。俺は稼ぎのためにちょっとボコボコにされてもらえますかね。この街は一体どうなっているんだ。西島タイガーさんも成り行くよ、こんなの。でもなんかやたら、体力があって、普通にちょっと手強いのが嫌だな。はい、よいしょ。ヒートゲージを伸ばしたいな、これは。ふっふっ、ん、ドン。おー、でもチャージ攻撃いい火力するね。はい、よいしょ。とりあえず雑魚戦でいろいろと稼いでおかないとね。誰かに頼まれたとか嘘っす。さすがにパクられた時頼まれたって、いや、罪が軽くなるのかなって何を言ってんだこいつは。ただの金目当てでしょ。3000円。てかペラペラと全部言うな。あまりにも昇進するよぜ。負けた時こうなるぐらいだったら最初からやるなよという感じはすごいある。とりあえずなんかを伸ばそう。体力赤点滅時に敵をつかむ。赤点滅時ね。このピンチの時の逆転技みたいなのってなかなかうまく使いこなせないイメージがあるから、それよりは汎用的に使えそうなやつを使いたいかな。ダウン起き上がり早めは強い相手だったらすごく役立つでしょう。ん？トリプルチャージフィニッシュ。おーん。でもダブルチャージフィニッシュよりは覚えるためのソウルが少ないんだな。まあ、これを覚えないきゃ覚えられないからってこと。とりあえず覚えとこう。チャージダブルフィニッシュ後に Y。これは、このコンボのつながりとして覚えておいた方がいいな。ダウンつかみはいるかな？技系統は強いんだけど。体じゃないな。攻撃力とかはどうにかありられないかな。とりあえずこの、白虎朱雀のあたりを覚えておこうか。なんかこれを覚えてから覚えられるやつがあるっぽい。玄武まではいけるか。現在レベル8。まあ、とりあえずはここまでって感じかな。攻撃力アップ系がなんかパッと見ないから。まあもともと攻撃力は貫通してて、あとは技をうまいこと、戦い方を極めることでなんとかなるって感じかな。うん。とりあえずこれでやっていきましょう。さあ、この渋谷よりに3。3、いけるの。ちょうど3000円ならさっきパクってきたところなんだよな。やめておこう。あら、そんな気分じゃない？残念。てか、西島さん的に、この、キリュウちゃんからね、お金をいただいていて、その上で、この、なんとか、ここまで来られて、ありがてえ、ありがてえ、みたいなことをやっていってるんだ、やってる最中なのに、ショーパブとか行ってる暇はないよな。まあ、肩上げをしてお金を稼げば、いずれキリュウちゃんにもお金返すでしょうから、とりあえずはいいのかもしれないけど。この人なんだ。運動もしたし、焼肉食べていかない？この、ここの単勝、本当に美味しいんだったば。運動ね。運動もしたしって。運動不足のサラリーマンと言ってる割には運動もしたしと言ってるな。焼肉なんてカロリーの高いもの食べたら、せっかく運動したのに無駄になるでしょ？そんなことないって。雨で焼くから余分な油が落ちるし、良質なタンパク質は筋肉を作るんだよ。それに、この肉の焼ける匂い、ここまで来てさ、我慢できるの？それは、食べ過ぎなきゃいいんだって。ほら、焼肉食べていこうよ。頭の中の天使と悪魔の
悪魔の部分みたいなやつだな。焼肉か。やっと刑務所から出たんやしな。ビールと焼肉たまらんやろな。え、マジか。それならちょっと食べていく？この二人の関係値がちょっと気になるな。25年前は焼肉と言ったら煙がすごかったもんや。今は綺麗なもんやな。そうか、いろんなところ行くたんびにこの、西島さんの25年ぶりが体験できるのか。え？ああ、そうだった。体力満タンか。残念。いや、お腹いっぱいでもちょっと食べていこうかなってなるぐらいのものだと思うんだけどな。その辺は律儀だというか、お腹いっぱいなのに食べに行っちゃダメだよなってなるんだな。礼儀正しいというか、なんというか。柔らかいゴミ。これは？ロッカーキーの鍵。あれ？でも、西島さんでこれ拾うってことは、もしかして、キルちゃん編とかないのかな？キルちゃん編は沖縄オンリーとかだったり？カムロ町で、こうやってあれこれできたら、っていうか、秋山さんのパートがもう一回来るとかないのかな？なんかこう分散してロッカーキー拾ったらなんかいろいろややこしいことになると思うんだけど。どうなんだろうね。ちなみに、支え組を探しているんですけど。ん？この辺り？もう何もないんですけど。これ？これは、あ、こっち側ってこと？おう。え？てかこの辺って、なんか奥まった場所で、いろいろあったけど、支え組だったの？この辺って。この辺りに支え組があったはずや。もう跡形もなくなっとるな。この辺におる人にでも聞いてみるか。この辺におる人。ちょっといいか。昔この辺りに支え組って組事務所があったんやけど、知らへんか？あーなんか覚えてるよ。覚えてるんだ。20年とか30年前の話だよな。この辺りはちょこちょこ筋もんが集まってたな。筋もん。多分それや。で、組長とかはどこにいるか知ってたりせえへんか？でもちょうど25年ちょい前ぐらいにあった、あれだけどもうなくなっちゃったってことだな。さすがにそれはわからんな。ただ、徳さんなら知ってるかも。徳さん。それは誰や？まあ、ホームレスだよ。カムロ町に住んでもう何十年にもなる人だ。いつもカムチカにいるよ。カムチカ？昭和通り沿いにある地下街だよ。そこそこ最近にできたんだ。ちょっとしたお店なんかが立ち並ぶ商店街みたいなもんさ。カムチカだな。それにその徳さんとやらがいると。多分な。きっと何かわかると思うよ。この老人もなんか、事情をなんとなく察して、話をする能力がめちゃくちゃ高くないか。こう、2、30年前くらいに、亡くなった事務所のことを聞いてきた人だから、最近できた、あれ、カムチカのことは丁寧に説明してくれるってな。何言ってるのかって？そんなもん、喧嘩に決まってんだろうが。その言い回しがオシャレだと思ってんのか、こいつは。ふん。へん、へん、へん、おぉ。えい、えい、えい。チャージ、ブロッ、はい、ゲーン。ここを3回連続で攻撃できるのが理想的なんだね。ゲン、ゲン、ゲン。はい、はい。あーん。はい、はい。チャージ、ブロッ。チャージ、チャージ、あれ？ベイガン決まりで怖すぎるんだけど。あれ？てかもう一人ぐらいいなかったっけ？なぜかこいつを倒しただけで終わった感じが。お帰りありがとうございました。こちらお釣りになりまーす。これはちょっとおしゃれな言い回しというか、面白い言い回しじゃねえか。面白い男。でもお釣り5000円ということは結構高い喧嘩だったな。まあ実際問題こう、負けたんだったらそれなりに額出さないと自分の、あれですよね、価値が下がるよな。私は喧嘩に負けてもこれぐらいしか払わない男なんですっていうのを最近の奴らもう、やりすぎだからな。まったく最近の若いもんは、喧嘩に負けた時の、このかさ上げする金の額が安くてたまらん。俺の島で何してやがんだ。こいつの島なの？町のチンピラ。このガタイ、この風格の男に対して、胸ぐら掴んでくるのも、よいしょ、怖いもの知らずすぎ。へい、へい、へん、へん。
ヘンヘン。これあれか、チャージ攻撃が結構かゆくあるな。なんか俺の知らない間にザコがミキミキとドンドン、どっかいなくなってる。ヘンヘンヘン。よしのーキック。ちょっと調子乗ってました。俺の気持ちです。3000円。これは冴島さん的には3000円は安いなとか思ってんのかな。どうしてこいつら喧嘩売ってきたくせに3000円しか出さねえんだみたいな。それこそゼロの頃の時代とかを生きていた人であればな。いや、それよりちょい前だから、そんなに、あれかな、景気良くない時代の感覚なのかな。あるいはこんなに喧嘩売ってくることが昔はあんまりなかったとかなのか。昔だったらなんかもっと、大金を大枚大量にバババーみたいに払ってくれた感じだったのになって、なっているんだろうか。この人がちょっと怪しいよな。なあ、あんたが徳さんか。ああ、そうだか。おお。なんだお前さんは。しかし、冴島さん、一発でこの人が徳さんだって分かったんだが。俺は冴島いうもんや。ちょっと昔のカムロ町に詳しい人を探しててな。あんたはこの町で長く生活してるんやって。そうだよ。もう30年くらいになるかな。いつから住んでるかもう忘れちまった。長すぎると分からなくなるもんか。なあ、笹弓って知ってるか。なんか聞いたことあるような。少なくとも25年前にはこの町にあった組事務所だ。組事務所は西公園前にあった。なるほど。なんか思い出してきたぞ。心当たりありそうやな。あと一歩お酒でもあれば思い出せるんだがな。カムロ町のホームレスみんな酒寝立ってくるな。酒？ここのところ酒買う小銭もなくてな。わしの主食なのにもう飲んでない。酒があれば思い出せそうなんだけどな。酒か、持っとったかな。何を渡そうか。持ってないよな。柔らかいゴミ。これ美味しいお酒だよ。なんだ、酒は持ってないのか。酒が飲みたいんじゃ。まあ。と言ってもこいつも調子に乗ってわがまま言いやがってよ。なんとなくこの人相手にやったらわがまま言ってもいいなみたいなのを察する能力が高いよな、と言ってもこいつも。やってくれやがるぜ。コンビニエンスストア。25年前にはそんなになかったが、今やそこら中に店出してるんやな。カムロ町、まあ、まあまあ、ある感じかな。ここの店舗数なら。あれでもゼロの頃って？もう、ん？ゼロの頃でもこんぐらいなかったかな。どうなんでしょうね。一升瓶1100円。一升瓶1100円は。ありがとうございました。冴島さん的には高いのか安いのか。お酒も結構、この時代によって値段の移り変わり激しいもののイメージはあるけど。一番やばいのはタバコな気もするけどな。持ってきたよ。日本酒でいいかい？あんたの主食は日本酒かい？何を渡そうか。日本酒。コンビニで買ってきた日本酒じゃあなとかって言われないよな。ほら、先だ。これで笹組のことを思い出すか？おーおーおー、これはありがたい。ちょっと待っててくれるか？へえ、何しろ、久しぶりの先だからな。ぐっ。うはぁ、体に染み渡るね。ベロンベロに酔っ払っても、忘れちまったよとかって言いそうで怖いんだけど。ああ、思い出した。あの笹組か。残念ながら笹組はもうない。午前に持ち切りになってしまったようだ。やはりそうか。で、組長は、笹井の親父はどこにいるかわかるか。もう隠す気ないな。悪いが、笹井のことはわからんな。そんなにがっかりするなよ。そもそも極道門の動向なんて大っぴらになるもんじゃないだろ。まあ、それはそうだな。一般人に、あそこの組長ってどこどこ行って、逃げ去ったらしいよ、みたいなのを知られてもな。それはそれで、組のプライドとしてどうなんてあるしな。力にならなくてすまんな。そうだな。まあ、物探しのセオリー通りだが、床になる場所に行ってみたらどうだ？手がかりは何もなくなってしまった。床になる場所、昔住んでたアパートに行ってみるか。チャンピオン街の方かな？なんかイベント的にそんな感じっぽかったよね。調べるとこあるけど。フリーペーパー、カムロ。カムロ、ガーネット？ゴーメット？ガーメット？見よ。
微妙に読み方がわからない。グルメットじゃないよな。でもグルメットっぽくもあるな。美味しい料理店や隠れた名店などが載っており、お得な割引クーポンもついているらしい。取りますか。一応取っとこうか。持ち歩いてなんか意味あんのかな。ああ、なんか、カブロ町でおしゃれな料理店が知りたいなーみたいなことを大声で言っているサブキャラがいたりするんかな。どうする、このフリーペーパーを渡すかみたいな。ちょっとありそうですね。では、ゆかりの地を巡ろう。マップで見られるんだよね。ああ、やっぱりチャンピオン街のあそこなんだな。これは、なんかリリーさんが懐かしいわーって言ってたから、やっぱり冴島さんの、なんか妹らしき、やすこちゃんと同一人物ってことでいいのかな。まあ、冴島さんも結構若くは見えるけど、25年お勤めしていたわけだし、年はそこそこ。まあ、やすこちゃんも同じくらいの年って考えたら、まあ、そんなもんって感じかな。この辺？お、なんか思い出すかい？お邪魔しまーす。このビルは自由に出入りできちゃう？あれ？関わらんとこ。なんで？なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。おう。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。結構強いんだこの人。俺なんか簡単に生け取れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい。お、話しかけるか。まあ、柴田組と聞こえたらな。お前は柴田組って言うてか。あんたは突然でかい男に話しかけられてめっちゃ怖いけどな。てか木戸さん久しぶりすぎて名前パッと出てこなかったわ。俺は元登場会笹井組の人間や。笹井組？あんたが倒したこいつら全員柴田組の連中なんか。ああ、そうだけど、あんたはその筋の人間か。怖っ。こんなずいずい来ないよ。はあ？ま、そうですけど。で、男組は？え、いやー、その登場会っていうか、柴田組だけど。なんで柴田組の人間が柴田組と依頼を取んのや。そういえば、そう言われてみればそういう状況になるのか。いやー、いろいろちょっとありまして。組抜きた報復か？いや、そういうわけじゃないんですが、まあ、事情説明するの難しいよな。柴田組の若頭、で、柴田組の、あれ？柴田組傘下になるのか？柴田組傘下の金村工業の金村親分の、若頭である荒井さんが、敵対組織というか、親戚みたいなやつをぶっ殺してしまって、それで、おう、荒井を出せみたいな感じになっているから、その、さらに射程である木戸さんが、おう、荒井どこにおるか、お前、おじろやって、情報を探している奴に狙われているっていう、これまでの流れはそういう感じだったんだけど、大雑把に言うと。だというか、それで、正確なのかどうか自信ないぐらいには、もうだいぶ複雑な事情ですよね。元柴田組の人間やったらちょうどいい。あんたに手伝ってほしいことがある。元ではないな。一応今も柴田組ではあるんじゃないのか。なんですか？笹井の親父の行方、一緒に探してくれや。お？ん？おらぁ。うぅ。勘弁してくれよ。こっちはこっちは忙しいんだ、おっさん。くそ、追っかけんの？まさかチースパート。起動追い。追いかけるんかーい。うわぁ。こんな目立ったことをしてる場合じゃないような気もするんですけど。ん？なにお前。なんだよ、自転車うまく飛び越えられなくて、微妙に、あーお。微妙になんか、グタグタしていたのか。その間に、ふぅー、えい、えい、えい、
えい、あお、急にダッシュしないで。なんだその謎のフェイントは。おお、キヨさんのダッシュ力が急に上がっている。えい、えい、えい、うわぁ、なんだあの謎にかっこいいポーズは。お、でもなんか一直線に逃げるだけじゃないんだな、キヨさんは。やめて、行かないで、見失うから。ダーシュ、あぁ、オッケー、これまでの経験が生きたな。さあ、逃げずに話を聞かせてもらおうや。こんな人にタックルされたら怖いわな。さすがにキヨさんと言えてもう立ち打ちはできないか。あんたは何者だよ。俺は情報が欲しいだけや。俺に力貸してくれや。わかったよ。だからもうちょっと、休ませて。そもそもいろんな奴に追われて大変なのにな、キヨさん。なるほどな、そんなことがあったのか。ちゃんと説明したんだね。そうなのよ。それであんなに親組織から追われる羽目になっちゃったわけ。それでその荒井って男はまだ見つかってないんか。木戸さんも結局連絡はついてないんだな。探そうにも柴田組の連中は送ってくるわ。秋山さんには頼れないわで。一向に進んでないのよね、これが。その秋山って金貸しは無事なのか。ああ、秋山さんは大丈夫だよ。スカイファイナーさ、警察が張ってるからね。柴田組の連中もうかつに手を出せないでしょう。警察か。そうか、秋山さんと関わり合いにはなりそうにないか。警察が張っている人間と接触したらまずいもんな。どうしたの？急に顔色が悪くなったみたいだけど。まあ、警察は NG ワードなんでね。いやぁ。せやな、警察が張ってんだやったら安心やな。あ、そういや、おっさんはさっき、支え組がどうなんて言ってたけど、あれって何？昔すぎるともう、キヨさんぐらいの年だとわからないみたいな感じなのか。東条会系支え組。25年前、支え一男が張ってた東条会の三次団体や。三次団体なんだな。東条会の下の、どっかの組のさらに下の組ってことか。うちの金村工業と一緒だ。25年前まで笹井組と柴田組は、都庁会の三次団体としてカムロ町でしのぎを削り合ってて関係ないや。うちの親組織と。当時、柴田と俺の親父は、都庁会の直系昇格をかけて争ってたんや。ああ。これ直系になると二次組織になるってこといいのか。同じ組内での権力構想ってやつか。せや。俺は必死やった。なんとかして親父を直近にやりたい。男にしてやりたい。そんな気持ちであの襲撃事件を起こしたんや。襲撃事件？我が家もは知らんか。殺しや。俺は登場会と敵対していた、上野清和会の総長、上野義晴と幹部組員を襲撃した。都内のラーメン屋でな。上野清和会。知ってるワードが出てきて、企業さんもさすがにビビるな。それってもしかして、知っとったか。あれはな、俺の仕業や。ちょっと待ってよ、おっさん。でもあの事件って18人だかを一人で殺したっていう伝説の事件じゃん。そうだよね。それをやった張本人がここにいっちゃおかしいよな。伝説か。実際そんなかっこいいもんちゃう。俺は親父が直近になるのを信じて捕まった。死刑も覚悟の上や。せやけどいつになっても迎えはこんかった。今の今までな。ってことはだ、もしかしてもしかしてひょっとしておっさん、あの、脱獄してきた。つい数日前にな。悪いね、驚かせてしもて。キヨさんもとんでもない秘密を抱える羽目になったな。これなんか、対処ミスると、命危ないよねっていう相手、してますよね。せやけど、俺はどうしても死ぬ前にこの目で確かめたかったんや。何よ。支えの親父が本当にこの町から消えてしもったのか。それに。真島の兄貴だな。真島の兄弟が本当に俺を裏切ったのかをな。ちょっと待った。何や。ちょっと待ってくださいよ。話がデカすぎる。そうだよな。キヨさんからしたら、マジマさん多分知らんことはないと思うんだけど、マジマの兄、兄弟といえば、あのマジマ組の組長ってことになるからなってなるわけですよね。それとこの人が兄弟？もしあんたが本当にあの佐島さんだったとしても、そんな事件の教育を俺にはできませんって。どうしてや。だって俺は弱小三次団体の一チンピラ。それに今はその親組織からも狙われてる存在なんですよ。チンピラ風とはいえ、強い奴の射程やってるんですよって自分で言ったじゃないの。そんな俺に何をどう協力しろって言うんですか。別に対してもう期待しておらん。人を紹介してくれるだけでいい。
人ね。ところでなんか後ろでなんかすごいタバコ一服しているガタイのいい男がいるんだけど、あいつがなんかこちらを張ってるとかじゃないよな。人、25年前のカムロ町のことをよく知る人間、できれば正確な情報を持ってる男、誰かいる？正確な情報。その間人間誰か知らへんか？俺も今考えてるんだけど誰かいるか？ 25 年前でしょ。それこそ真島の兄さんに聞くのが一番早いんじゃ。いやでもか、あれか、真島の兄さんはその頃は蒼天堀か。どうした？一人います、一人いますよ。誰や？伝説の情報屋、ああ、花屋の方？情報屋？さあそろそろ行きましょう。こんな目立つところで話してると警察にも職質かけられそうだし。まあ確かにチンピラ風の男が、なんか薄汚れたコートの、コートは薄汚れてないんだけど、若干みそぼらし気味の、でかい大男と話をしてるって目立つなんてレベルじゃないよな。柴田組の連中にも見つかっちまう。俺が隠れ家として今使ってるアジトへ案内しますよ。おお、そこを西島さんのアジトに使わせてくれるんかな？俺についてきてください。アジトへ。こちらです。ついてきてください。行きましょう。おお、小橋いいね。いや、割と、なんというか、ついてきてくださいっていうやつ、みんな歩いてるからな。なかなか、こう、追い抜いてしまって、めんどくせえなと思うことが多かったけど。お、こっちなんだ。この通路の先になります。もうちょっとで着きますんで、ついてきてください。この通路の先ね。これは、何組だったっけ？名前忘れたけど、あいつらと戦ったところとなんか関係あんのか？コインロッカーの鍵をいただいていくぜ。待ってよ。ん？この下なのか？おい、エスカレート降りた先だって。アジトっていうことは、あれなんかな？あの一件があった後に、この空間をアジトとして使ってもいいぜ、兄ちゃんみたいになったのか？なんかすげえ若々しい、あれが書かれてますけど。ん？てかここあれじゃないの？ほう？ちょっと前にいろいろありましてね、ここに座ってた連中がいなくなったんで、使わせてもらってるんです。なるほどね。ホームレスが多いな。いた？そうですね。ここは彼らの場所なんですよ。おお、アジトが使用可能になりました。セーブ、アイテムボックス、などなど。アジトにいる間は体力回復。劇場地下事務所。立派なアジトができちゃって。そうだ、伝説の情報屋の話。木戸さんはそんな情報を知ってるもんなんだな。そうです。なんでも、このカムロ町のあらゆる出来事を全て記録しているという人がいるらしいです。記録している？実態は俺もよくわからないのですが、カムロ町のことで知らないことは何もないという噂。そんな人間が。ただ俺が知ってるのはそこまでです。なんでもその情報屋はホームレスを使って情報を集めているとも聞きますよ。ということは花屋であってそうではあるな。だからむしろホームレスに聞いた方が情報の嫌なことがわかるかもしれないですね。そういえば？何や？今日はやけに警官が多いんですよね。気をつけた方がいいですよ。警官ね。カムロ町、常に何かしら起こってるからな。常に警官いなきゃおかしくいいんじゃねえのっていう感じもするんだけど。今日は特に多いのか。なんだろうな。とりあえずホームレスを探して話を聞くと。この事務所、なかなかいい事務所な感じするな。壁は？なんか微妙に打ちっぱなしにして、コンクリじゃないところはなんか防音対策してるっぽい感じ？ああ、そうか、アジトか。なるほどね。じゃあちょっと、そのホームレスたちの聞き取りみたいなことをやっておこうか。ホームレスが多いな、これは確かに。光っているやつも見ておこう。コインロッカーの代わり。あとこっちの方になんかあったよな。ああ、いる。これ何なの結局。ドク。なんだ、何か用がね。この電気椅子みたいな機械はないや。まあ、確かに拷問器具にしか見えないな、これ。ていうか、あんた何者や。私は南田という。ドクター、南田？なんだかな。一部界隈では有名なんだかな。25年ぶりのシャバだからな。一部界隈のことなんて絶対わからんやろ。そしてこのマシンは、インナーファイター7、レボリューション、略して IF7R だ。
インナーファイター？インナーファイターってどういうこと？インナーのオシャレとは言う。競うファッションバトルシミュレーションゲームとか？私が作り出した世紀のアーケードマシンなのだよ。アーケード？ん？これは電気椅子やないや？ないんか。失礼な奴は、このマシンは世紀の大発明なのだよ。仮想現実の世界で、まるで現実であるかのようにバトルをすることができる、究極の体感アーケードマシンだ。冴島さんからすると、何言ってんだこいつみたいな感じになるな。あかん、全く話についていけへん。まあいい、体験してみればわかることだ。体験させてくれるの。ワンプレイ1万円だ。金さえ払えば誰でもプレイできるぞ。何するかもわからん機会に1万も払えるわけないやろ。逆に考えれば、それだけ価値のある体験ができるということは悪くない話やろ。では、マシンについて詳しく説明するぞ。聞いてないんだけど。まず、プレイするためには、敵の情報をインプットする必要がある。インプットすることができるのは記憶に残っている強敵だけ。誰でも敵として対戦できるわけではない。そして、インプットしたと敵と戦い、勝利すると君自身の能力が上がるという仕組みだ。え？経験値もらえんの？ただし、今はチンピラどもに壊されてしまったせいで、その機能が使えなくなってしまっている。チンピラ。チンピラ、その価値が分かっていなかったか。修理するにはいくらかの資金が必要だ。そこで君に相談というわけだ。嘘でしょ？ワンプレイ1万円かかる上に資金が必要とか言われちゃうのか。マシンを修理改造するための資金をぜひ投資してほしい。私はこう見て貧乏なんでな。貧乏科学者やってるような風貌ではあるよ。そのまんま貧乏そうだよ。もちろん君にとってもいいことがある。マシンがパワーアップすればプレイヤーにも様々な情報をフィードバックできるようになる。ぜひとも検討してくれたまえ。この戦った時の経験値効率が上がるとかそういうのもあったりするかな。南田さんのマスインはすごいよ。この前のわしの大活躍がこのマシーンに乗ると蘇るんだから。でもわし正直あの人は有名人って言われてもピンとこないんだよな。なんかゲームなるものを作ってるらしいけど。お。ん？機内のゲームクリエイターなんだ。え？そうなの？ゲームクリエイターなんだ。劇場地下の場所を移して、IF7 の新作の開発に着手しているようです。ああ、え？ってことはこれまでの作品にいたんか？サブとかにいたのか？いや、全く見かけてないんだけど、初代と2あたりにどっかでいたか？ 3 があんまりやれてないからそっちかな？わからないけど。1年前か。小さなソフト開発会社に招かれたと言っていましたが、そこでの開発の傍ら、IF7 の新作開発をライフワークで行っているようです。なるほど。1年前ということは3か。3サブあんまやれてないんだよな。いや、やれてないことはないんだけど、結構沖縄メインだったから。まあ、あんたもちょっと試してごらんよ。すごい体験したいなら、あの変なマスインは絶対におすすめだよ。まあ、ぶっちゃけ今変な体験をやりてえとか言ってる場合じゃねえんだよな。まあ、冴島さんもちょっと余裕が出てきたらだな。ほれほれ、魚だぞ。ビール飲むか？ん？なんだよ、うちともなつかねえな。猫にお酒はダメなんじゃないのか。人間にとって、あれ、ちょっと毒あるようなものが動物にとってもう、いろいろアウトな感じなんじゃないの。ただでさえ人間、動物がダメなものを食えたりするぐらいなんだから。いやいや、お前ら猫の気持ちが分かってねえんだ。目ん玉には目ん玉、猫には猫だろ。目には目を、歯をに歯を。こういう言い方する人を初めて見た。にゃーん。ふぅー。ダメじゃねえかよ。おかしいなぁ。昔うちにいたミーコはこうやったら絶対寄ってきたんだけどなぁ。そりゃミーコがいいやつすぎたんじゃないのか。触らせてくれねえんじゃ、怪我の手当てもしてやれてねえしな。ん？冴島さん話を聞いている。冴島さんも猫好きだった。おい、そう言うなって、あんた猫好きなのか？猫か。猫好きなら話は早い。兄さんこいつら何とかしてやってくれないか？まだ何も言っとらんが。まあ細かいことはいいじゃないですか。俺たちさっきこいつらを拾ったばかりなんですけど、まだ誰にも触らせてくれなくて困ってんですよ。しかし、怪我してるみたいだし、せめて手当てくらいさせてほしいんですけどね。ここだったのも何か、えん。一つこいつらを手綱付きで見ないか？俺からも頼むよ。早くしないとこいつらどんどん弱っちまう。猫を手なずけるか。サブか。やめておくにやってごめんなさい。ちょっと、なんか勝手に上が正解だと思ってた。猫は苦手。どっか行ってくれ。気が向いたら頼みます。この人からなんか情報が聞けるのかと思ったけど、そういうわけでもないのか。すまんが伝説の情報屋について、第一声がこれということは猫は関係ないっぽいな。いや、知らんで。他の人に聞いてみるわ。ちょっと通してくれるか？
この先には今誰もおらんよ。行っても無駄じゃ。怖いな。何も誰もおらんのか。ただ広そうな空間の中に誰もいないとは。そんなとこ突っ立っとったら邪魔やで。生き通るホームレス。さっきな、カムチカで金拾ったんだ。それも1000円。1000円だぞ。おお、1000円はでかいな。うん、いいじゃないの。だろ、それを。あのクソガキからかっぱらやがったんだ。ううガキ？カムの地下街にはガキのスリが出やがるのよ。ああ、もしこの1000円すられたらどうしようって思いながら歩いてたらバッチリやられたんだ。それ嫌だな。嫌なこと起こるかもしれないって思っていた想像がその通り起こるってなんか。なんだろうな。ああ、やっぱり怒ったよとは思うんだけど。なんでそんな想像通りの嫌な目に俺が会わなくちゃいけないんだみたいな気持ちになるというか。兄さん走るの早そうだし、あいつ捕まえてくれよ。捕まえたら、とっちめてやらねえと。そこまで分かってすられたんならしょうがないやろ。なんだよ、他人事だと思いやがって。兄さん忘れちまえ。頑張る近くに子供のすり。ガキのくせになんでそんなことを。後で言ってみるか。あれってか、この辺の人たちは、情報を知っているホームレスではないのか？ん？ホームレスがおるな。挙動不審。あいつからなんか話を聞けるのか？まあ、ちょっと聞きたいことがあるんや。何者だろう。慌てるホームレス？あんた、ちょっと来てくれ。え？ちょっと来てくれ？なんだ？いいから早く。え？ついていって大丈夫なやつこれ。ちょ、待て。そんなに慌ててどこ行くんや。千人が死んでまう。千人？ここで有名なじいさんのあだ名だよ。下水に奥でずっと穴掘ってるじいさんだ。とにかく説明は後だ。こっちに来てくれ。でもなんで急に冴島さんに声をかけたんだ。ガタイの良さそうで、ちょっと頼りになりそうな人だから、この人にちょっと頼るしかないな、みたいな感じ。なんかあの慌ててたのも協力してくれそうな人を探してたのか。こんなあいなところから？ここは一番の近道だ。さあついてきてくれ。ついてこい言うたって、どないするんやこのマンホール。蓋を開けるための道具があるんだよ。で、あんた力ありそうだから道具なしでも開けられそうだけど。開けてましたね。マンホールってめっちゃ重いよな。50キロくらいあるんじゃなかったか？あの刑務所のマンホール、普通に開けてたの、冷静に考えてやばいよな、冴島さん。やたら広い空間に入れた。おじいさん、正直に話してくれよ。チンピラ風の男、こんなところまで来たんだな。俺たちもお年寄りに乱暴するのは嫌なんだぜ。ここから先は通さんぞ。わしは長年の努力を無駄にされてたまるか。この先にはすり量の埋蔵金があるんだろう。何を言ってんだ、こいつら。だからそんな何年も必死になっておってんだろ？埋蔵金などないわい。さっさと帰ってくれ。独り占めしようなんてずるいぜ、じいさん。おい、もう面倒だ。ずまのじいじいにはさっさと成仏してもらおうぜ。まずいまずい、このままじゃ千人が。そういうことか。なんか病気とか、この脱水症状とかそういうの系かと思ったけど。あの連中を追っ払って千人を助けてくれよ。いいよ。助けないっていう選択があるということは、これもサブっぽいな。しゃあない、俺が話しすぎてくるわ。ほんとか。鬼切る。情報を聞きたいみたいな話をした上でこれの流れだから。でも、サブではないかな。出た瞬間に来たしな。あと1分で話さなきゃ、マジでぶっ飛ばすぞ。ちょ、待てや。話は聞かせてもらった。たさつまいがかっこいいすぎる。自分らそのじいさんいじめて楽しいか。老人はいたばるもんちゃうんか。なんだてめえ。このじじいの仲間か。俺のことはどうでもいいやろ。とにかく自分らおとなしく帰った方がいいで。てめえも埋蔵金狙ってんだろ？綺麗事言って独占しようなんて甘いんだよ。埋蔵金の話は一体どっから出たんだろうな。まあ、噂話には尾ひれがつくと言うからな。その辺確認もせず来たんだろうね。聞く耳持たんとはこういうことやな。カムロ町の喧嘩っ早い奴は本当にみんな話を聞かないからな。町のチンピラ。下水に流すね。こいつらを流すことはできないんだろうか。まあでも下水が汚れちゃうからダメだな。はい、はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いい、はい、はい、ドン、ドン、ドン。ダメ押しをしていく。起き上がり素早く。はい、はい、はい。
もう一人いると思ったんだけど、巻き込まれて勝手に終わってた。だいぶ弱かったな。なんだこいつ、パキモノか。覚えてくれ。ボス格じゃないって言うと、なんか本当に、戦ってわかるな。こいつら弱いな、みたいな。逆に強い奴は戦っただけでわかるっていうのが、この、竜が如くの面白いところなのかもしれない。チンピラのせずりはいつの時代も変わらんな。言われてるな。助かったばい。この人が千人ね。礼ならあいつに言うんやな。一番あんたの心配してたのはあいつや。千人無事か？怪我はないか？お友達なんかな？お前か。大丈夫、わしは元気じゃ。そりゃよかった。一位はどうなることかと思ったよ。申し訳ありません。あんたありがとうな。西島注文や、あんたらは？ほら、ケンちゃんって呼ばれてる。こっちは千人。千人とケンちゃんね。勝手につけられたあだ名だかな。なんで千人さんは、チンピラに狙われてるんや？大事なものを探してここを掘り続けてる。それを連中と来たら埋蔵金だなどと根も葉もないことを言いよって。大事なものね。掘ったら出てくる大事なものっていうのが全然よくわからないんだけど。え？それはわしにもわからん。わしの親父が息を引き取るときに聞いただけ。ガムロ町の地下に大事なものを埋めた。お前にそれを預ける。とな。なるほど。大まかな場所は聞いたんじゃが、ガムロ町の地下はこの通り、下水やら地下道やら色々と新しいものができておる。つまり、それより前に埋められたってこと？まあ、仙人のおじいさんだから、相当前っぽいは、っぽいけど。おそらくは戦時中のことじゃろう。そんなに前の話。それをあんたは何年掘ってんだ？親父に話を聞いたのが50歳ぐらいだったから、25年くらいかの。25年。25年なんかちょうど、曰くのある年だけど。この人すげえ強そうだし、穴掘り手伝ってもらったらどうだ？なんじゃと。最近腰が痛いとか言ってたじゃないか。さっさと掘らないと、仙人寿命つりちまうだろう。いや、わしいわ。まだまだわしは元気じゃわい。なんで意地張っちゃってさ。なあ、さいじまさんよ。仙人の穴掘り手伝ってやってくれよ。頼むよ。どれぐらい掘ったら手伝ったことになるのか。また25年ずっと穴掘ってたのか。まあそうなるな。わかった。暇な時に手伝ってるわ。おう。お前さん本気か？何も関係ないのにか。それで振り合うも多少の延長やないか。カムロ町来てから体鍛えてないしな。何これをやったら高級感があったりする。これで成仏する前に大事なもの見つかるかもよ。お前さっきから人を臨時扱いしようって。以上貼ってみたところでやはり、夜年並みに赤点。少しでも手伝ってもらえるならお願いしたいというのが本当のところ。時間ができたら手伝いに行く。ありがとうな。おにぎるわい。典型というものを知っておるか。このおじいさんから典型を教えてもらうの。典型。そうじゃ、典型とは街の中で、などで起きた出来事を見て新しいひらめきを得ることじゃ。森が如くだとそういうものとして定着してんだな。その決定的な瞬間を形に残すことで何か新しい発見があるかもしれんぞ。形に残すと言うても、写真機なんて持ち合わせないからな。そうだよな。西島さん的には、ねえ、カメラでしか写真撮れないだろうし、って思ってるし。わしもそんな高いものは持っとらんかった。その時はこれじゃ。これは？ハンマーと、ミノ？え？手頃な木材もいくつかやろう。刻みつけるんじゃ、その場で掘れと。そらもう、紙と、ペンの方がいいんじゃないのか。やってみるわ。やっちゃうの？木彫りセット。いや、なんかすごいな。アナログを通り越してるような気がするんだけど。ゴタゴタも一見落着したようや。伝説の情報屋のことを調べよう。なるほどね。ここも大事なパートではあるけど、ここから新しい情報が得られるわけではないと。そういうことっぽいですね。ん？このホームレスは情報知ってるかな？炊き出し屋？あんたポイント持ってないな。ポイント？この地下で使えるのはポイントだけだ。詳しくはこの先の階段の上にいる人に聞いてみるといい。おーん、ここはここでなんか特別な、レートの買い物ができるのね。怪しげな男だ。何者こいつ。さては環境問題に興味があって、その道で有名な俺に会いに来たんだな。悪い意味で有名な感じっぽいな、これ。頭にはソーラーパネルあるし、なんか風力発電をモチーフとしているようなものも背負っているし。でもなんかやたらと着込んでいて、そして服が
やたら派手なのがすごい気になるか。このカムロ町どれだけゴミだらけか知ってるか？年間2万2000トン。1日60トンじゃ。しかもそれ以外に放置されてるゴミがどれだけあるか。俺はこんな汚れた街を少しも綺麗にしようと日々活動を強いるんだ。汚れと日々向き合うからマスクを強いるのか？うん。うん、それで？ん？じゃないよ。それであんたは誰でここで何をしているんだ？おお、忘れてた。俺の名前は、まあ、エコ太郎とでも呼んでくれ。今の流行りだ。この頃ってちょうどあれか？ PPAP の頃か。それでだ、簡単に言うと、この地下世界ではゴミが一つの財産となっている。財産。もしお前さんが街でゴミを拾ったとする。それを持ってきてくれ。ちょうど柔らかいゴミがあったね。そしたら俺がそのゴミの価値を鑑定してポイントにするんだ。地下での通貨のように機能する。あ、この人からポイントもらうのか。なんか穴掘りの手伝いをやったらポイントを稼げるとかそういう系かと思ったけど。エコポイントを受け取った。物品に変えたり飯を食いたりするぞ。あくまで地下にある店だけだがな。拾ってきたゴミは未鑑定。それを俺が価値があるかどうかを判定。まあインチキはしないから心配するな。ゴミは拾ったら永久になくなるわけじゃない。しばらくするとまた誰かが捨てたりする。油断しないで拾い続けてくれ。とにかくまずはそこに転がってるゴミ。それを取って俺に渡してみろ。そこになんでゴミが広がっているんだ。エコ太郎なんだからこれは拾えよ。まったく。プラスチックのゴミ。よく来たな。鑑定してもらいましょう。じゃあさっき拾ったプラスチックのゴミ。あ、でもこれまとめて鑑定してもらえるっぽいな。いい子だね。50相当のエコだね。またゴミを拾ったらここに来い。なるほど。これで50ポイントあると。ここでいろいろ交換ができる。SSS ガンパウダー。強力な火薬。1万点。火薬ね。なんか特別な重火器を作るのに必要とかになるか。温度で強度が変わるらしい。理科の実験とかに使うやつ。ええー、これ何に使うんだろう。巨大ビニール人形。青色蛍光灯。古代の鉄鋼。刀。超高反発樹脂。樹脂の使い道がいまいちよくわからないとか、3にもあったけど、結局何に使うかわからずに前だったな。まあ武器合成的にあれなんだろうけど。なるほどね。この人を相手からはこうなると。なんか今日若者町に警官が多いな。ここ数日のカムル町はなんか騒がしいな。なんか嫌な予感がする。毎年のように騒ぎが起きてるからな。また厄介事にならなきゃいいか。この辺の人たちは話聞けるっぽいな。何日か前に緑川とかいうヤクザ連中いましたね。あいつら緑川って名前だったっけか。もう、なんか、名前を覚える気にもなれなかったけど。あそこを拠点にして何やら悪いことを企んでいたらしい。それを秋山って人が阻止したんだ。見た目は冴えない人なんだけどな。冴えないかな。結構パリッとした人のイメージあるけど。緑川たちヤクザ連中一人で倒してまった。そりゃあすごい強さだったよ。人は見かけによらないもんだな。こうして秋山さんの風評が西島さんにも広がっていくと。お、伝説の情報を探しているのか？西の花屋のことだろう。おお、近づいてきたね。まあ、あだ名みたいなものだな。依頼人に情報を出すときに一緒に、花と一緒に届けていたのが由来という話だな。詳しいね、中野。その花屋にはどないしたら会えるんや？それはここ数年、神室町でいろいろ騒動が連続してからいまいち居場所がわからない。騒動に巻き込まれる形で居場所を転々としているっていう話。今はどこにいるのかわからんのか？心当たり。どこや？西公園だ。西公園のトイレの一番奥。そこから花屋の居場所に行けるって聞いたことがある。そこから地下へだったらあんまり変わってない気がするけど。ちょっと置いてみな。わかった。おお、情報たどり着きましたね。これは行ってみる価値ありありですね。ところで。うん。あれ？てか、ここ、立ち入り禁止ですけど、帰れない？あ、ちゃんと出られたわ。よかったよかった。で、棒状のゴミ。どこにもあるな、ゴミ。ここから出られなくもないが、今は入ってきた場所から出るとしよう。なんやねん。まあ、なんとなく気持ちはわかるけどな。初めて来たところで出口が複数あって、こっからも出られそうだけどな、って言っても、初めて来たところなんだから、来たところから出ないと、なんか、出たとき、ここどこだろうって言って、結局、道に迷うことになるだろうっていうのは、ありますよね。
だから、まあそんな風になって、変な迷い方をするぐらいだったらちゃんと来たところから戻ろうっていうね。その考え方は大事なのかもしれない。花屋に会い。西公園の公園だったな。行ってみましょう。花屋元気かな。点々とした結果、ちょうど今も西公園という流れなのか。その辺の話も聞かせてもらえるかな。なんか話してるな。達人夫婦、ちょっと見てみたい。知ってるか？ここら辺に達人としか思えない動きをする夫婦がいるらしいぞ。夫婦喧嘩になったらすごそうっすね。達人夫婦の夫婦喧嘩。カモリ町は相変わらず血抜きの多い奴が多いな。昔からこんなもんだったのか。典型情報ね。やばそうな夫婦喧嘩を見かけたら典型を得られるかもと。典型の情報も気になりますが、体力ちょっとだけ減ってるんだよな。焼肉食べようかな。感動してもらえるかもしれないんだけど。でもまあ、もう少し減ってからでもいいかもしんない。金属のゴミ。この辺りでゴミの名産地という感じがするな。この定期的に通ったらこの辺りでゴミたくさん集められそうなんで、気にかけておきましょう。青色のマーク。寡黙なメガネくん？めっちゃ喋ってない？貴重なグッズは手放せないし、じっくり見たくなるたちでね。そのグッズの全てが知りたくなるんだ。貴重品は A で拡大してみることができる。へえ。装備品のレシピなどはさらに A を入力することでテキストが表示され、情報がいつも確認できるようになっています。DVD とかでも貴重なものは手放せないよね。パッケージ眺めるだけで基本情報がわかるし、DVD の分子構造が把握できた気になれるよね。分子構造まではわからんやろ。寡黙なメガネくんではないな。まあ自分の好きなものにだけはなんかやたら饒舌になるタイプなんだろうな。覚えがあるでそういうの。さて。トイレに行きまして。なんか一段と汚くなってないか。ん？使用中ですか？開けや。あいちゃったー。ちょっと失礼するで。あれ？あかんやんけ。ああ。ち。悪かったの。怖っ。すげえ顔してるけど。こんなん漏らすで。トイレでよかったな。開かないんか。売り出しに戻ったな。ということは今はやってないのか？悩ましいですね。情報屋の情報を探すってまた、なかなか難しい感じになるな。ホームレスね。さっきのところに戻るのか。でも大体地下とかにいるイメージだからな。そこで探すべきかな。売り出しに戻ってしまったけど。ここ行ったら探せるぞとか、ここ行ったら情報を得られるぞっていうのはなんかパッとはわからないようになってな。まあなんとなくホームレス連中から話を聞くんだったら地下って感じかな。まあなんとなくでいろいろ探してみましょうか。まあ全然見つからないとかだったら、サブイベント巡りとかを探すついでにいろんなところを巡って、自然と見つかるのを待つとかでもいいかもしんないね。屋上にはホームレスいないよな。やはり探すなら時代は地下だよ。でも地下と思わせておいて地上のホームレスが情報を知ってるとかっていうのもありそうだから、まんべんなく見ておいた方がいいような気はするけどね。でも地下から探しちゃうよ。ホームレスこの辺はいっぱいいるんだけどな。何かあるよ。コインロッカーの鍵。まあ、この辺も後で活用するとして。ん？徳さんいなくなってる？あれ？出たー！ご汚い少年。こんなところにも子供がおるんやな。釣られとるであんた。金がない！落としたんか？さっきのガキや。まだんか？これ。ちなみにこの子は、どうなんだ？
サブの子なのかな。そしていない。こっちに子供のスリが走ってこなかったか。人に物を聞くなら出すもの出さねえと。喋りな。聞いてんのは俺や。自分から喋りたくなるようにしちゃってもええんやで。私が聞くと思わないよ。こっちだって生活がかかってんだ。ただで情報売れるかよ。うっさーん。寝てるところすまんな。子供のスリがこっち来なかったか。中時のこと。その辺で小銭も拾ってんじゃねえか。その辺にいればいいんだけど。うまくやったようだな。こいつらグルっぽいな。スリをやって、そのスリの情報を売るというのを、なんか交互にやることによって、何倍にもお金を膨れ上がらせよう的な。釣られた奴が金を払う義理はないだろうというところがあるから。金は払いたくないんだけど、こっちに来てるわけではないのか？こいつらは何者だ？なんか向こうに止まってる車の中の人、殺し屋っぽいんだよな。依頼人と電話してたみたいだし。殺し屋がそこら辺にいるとかマジでどんだけだぜ。こんな若い奴に殺し屋ってバレてる時点でどうかと思うんやけどな。殺し屋的な人がいると。ん？なんだこの人。殺し屋。もしかしてこの人を見たらあるか？これで、違うか。車の中って言ってたか。スリの子供が見当たらないぜ。これか。殺し屋っぽい人を発見した。せっかくなんで天気も見ておこうか。あれは。でも確かに見た目殺し屋っぽい雰囲気ではあるけど。わかった。報酬はいつもの口座に頼むぞ。すぐに取り掛かる。普通に人に聞かれてるけど。車の中でタバコ吸うんじゃないよ。さてと。決めたくなっちゃうだろ。何やってんのこの人。あ、宙を舞うタバコ。何やってんだこいつ。何やってんだこいつも。仕事は延期する。怖いよ。事件だよ、こんなもん。壁に頭から突っ込みやった。あれじゃ殺し屋が先に成仏しそうやな。こんなドジで殺し屋は務まらんやろうけど。でも殺し屋もな、なんか、みんながみんなやることじゃないから。こんな奴でも。ひらめいた。あれなんかな、ドン。うわぁ。あの、木彫りセットってそういうこと？木の板で掘るんだと思ったわ。木の像を掘るの？典型が来た。すんげえもう掘ってんな、もう。西島さん、これで食ってきよ、もう。壁に、ドーン！うわぁ。西島さんみたいなパワータイプじゃでき、じゃないとできないよ、こんなもん。とんでもねえ、もう覚えてんな。おぉ、しかも 3D ぐるぐる回せる。これは？消灯かな。なんて読むんだろうな、これ。希望医。万敵の殺し屋の激突から天気を得て掘った会心の一作。希望医を手に入れたぞ。またすんごいもうひらめいてんな。これはなんか売れそうだよな。めちゃくちゃ高い金額で買ってくれる人いると思うんだけど。西島さんの才能にびっくりです。ところでこっちに子供はいないのか？これ絶対こっちだと思ったんだけどな。相手に金払わないとダメかな。嫌なんだけどな。でも相手に金を払わないとそもそも、その子供がやってこないとかもあり得るよな。パッと見渡した感じではいないから。まあ話は聞いた方がいいか。仕方がないね。
仕方ない、上地下でもう一回話を聞くか。あれ、ここじゃなかったん。まあ、いっか。ちょっと時間がちょうどいいので、一旦今回はここまでにしましょう。子供の、あれはサブなのかどうかよくわかりませんが、あっちの話を聞いたり、あるいはホームレスから情報を得るなど、次はそのあたりをやっていきましょう。まあ、パッと見た感じ他にもサブがあるっぽいから、そこからこなしていくのもありっぽいけど。情報を集めるのはホームレス。まあ、とにもかくにもいろんな人から話を聞いてみるしかないですね。はい、それでは今回はここまで。ありがとうございました。